散々待たせやがって。ジャップ先輩、とうとうやりましたね。念願の休暇がもらえますよ。小さなものなのに部屋いっぱいにあふれるのはランプの光。海を飲み込んだ赤い頭の白蛇と死治ったんだね。こら、オカメちゃんはがっつくの禁止。あ、カナリアママ、子供たちそろそろすが出るって言うじゃねえか。ほら、明日から火星だろ。もう。クラコ先生もさ、なんつーの、豊島のストレス、いたいけな生徒いびって発散してるって感じ。これってバンクじゃねえの。そっか、さっきのおっちゃんのだ。きっとたんまり入ってるんだ。アンナちゃん言ってたっす。あれは猿渡さんの好物だから、早く自分も上手になりたいって。寝込まっただけ。冬場は難しいんじゃねえか。素人ばっかで大丈夫かい。今日も最悪だわ。神様、私なんか悪いことしましたか。エス教授、フレームヘイズどももあれが何なのかさっぱり分かってないようでございますです。ママはこうも言ってた。愛に言葉はいらないっての。運命の出会いだね。You and me。 感しているからごまかしても無駄よ。あなたたちとはまた会えそうな気がするわ。じゃの、私はしーちゃんじゃにゃいし、神様ですよ。女神様のにゃけですし。おい、悪かったな、バンカラッチ。どうやって手に入りましたでございますですね、レイジ迷子が。僕はミキ、アムちゃんのなりたい自分。でもまだふわふわしてて曖昧なんだ。アムちゃんが信じてくれないとすぐに消えてしまう。ミキ、どうも、遠藤君。僕はメガネカズト、おなじみメガネかけるの双子の弟です。移動は通じないぞ。俺たちヨカト中イレブンのチームワークを見せてやろうぜ。いただきモンス。何すんだよ。この僕が入るわけないだろう。せめてあと一人集まらないって時にもう一度頼みに来たら。わあ、味がくどい。もう飽きた。俺カッパ食うか。でもたまには雨もいいんじゃない。でも僕たちが見えるってことはキャラ持ちなのかな。俺だってこの勝負絶対に負けるわけにはいかないぜ。へんざ、俺は友達多いからそんなことにはならないさ。俺たちはライモンを最強の相手だと認めている。最後まで正々堂々と戦おう。ああ、よし、ここはクリアすればあとは後ろへ一直線ですよ。はいでございますです。こちら北の大警部。黒崎誠、聖堂山中学。悪い悪い、狙いがそれた。それにしてもお前なかなかやるな。君と夏の終わり、勝